そのペン先まで全部ガラスでできたペンがあって、これもおしゃれだ。めっちゃ欲しくなってる、いろいろ。そして、とっておきがあるんで。とっておき。超ニッチなサービスがあるので。ニッチなサービス。ニッチなサービス、いきましょう。ね、はい。インクスタンド。そうです、インクスタンドっていう場所になります。かっこよ。またさっきの書き盛りとちょっと雰囲気が変わる感じですね。お酒飲めそうね。バー、バー、バーっぽいですね。うん、でここはあのオーダーでインクが作れる場所になっていて、まあ、ここはそのどういうものから色を考えたらいいよっていうこの提案をしている場所になります。思い出の色とか、こういうところは多分小説から自分の好きなフレーズから色を想起して作ったとか。おしゃれすぎだろ。色から切り口にして書いてほしいっていうの。なんか最近緑系がちょっといいんだよな。なんか本当ラボみたいな。うん、そうですね、ラボっぽい感じで。なんか両手みたいな。じゃあマティーニを。ジェームズ・ボンド。ここは今14色の色があるので、はい、基本的に絵の具を混ぜる要領と一緒なんですが、こうやって2色から3色、はい、まあ、緑にしても緑を使わないであえて青と黄色とちょっとアクセントで赤みを追加してみたりとか、まあ、こんな感じ でここでインクを吸い上げて一滴ずつ氷垂らして、例えば3対1みたいにして、でこれでここに混ぜていくと緑になる。これをあの比率を自分で見つけていくような感じになっています。なのでもしよろしかったら一応こういう組み合わせの例とか、これ欲しい。あとこれはこの色とこの色一対一にした場合みたいなのもあったりします。3色プラスあと淡いくしたい場合は 4つ目で薄めていきますから。ここにこれ使ってんの、めちゃくちゃ意外だわ。これと、はい、これと、はい、これでこれよ。それは予想できないですね。でしょ、この3色。うん、なるほど。これあれだ、無言になるやつだ。これ何について話す。じゃあ昨日ちょっとあのツイッターで質問募集したんですよ。あ、なんかやってたね。はい、そしたらね、なんと4件も来ました、うん、質問が少ねえの。じゃそれ答えましょう。うん、英気団長さん、はい、西大吾さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。大吾さんの財布とカメラマンさんの金の腕時計はどこのメーカーですか？滝沢の道の駅にてプリン食べてる動画に出てきて、家族全員ですごく気になってしまって夜も眠れませんので。マジかよ。いつも楽しい動画ありがとうございます。これからも応援しています。僕はですね、あれではエルメスです。エルメス、はい、あれず結構あれはですね、2015年に、はい、あのルヴァンカップ優勝して、はいはい、その賞金で買ったんですよね。じゃあだいぶ長いですね。だいぶ間ね、眠らせてる時期とか。ああ、そうですね、はい、ずっと使うとあれなんでみたいな。え、結構緑だ。これは緑がちょっと強いから、これイメージ通りではないですね。3なんだっけ。ああ1だった気がする。あ、結構、まあ、この4つをまず合わせたんです。うん、ちなみにお財布は長期で買ったから結構奮発したんですか。ちょっとね、忘れた、言わない方がいいかもしれない。あれはね、結構しますよ。なるほど。180ぐらいの。無理ですね。ちなみに僕の腕時計はね、なんかフューチャーファンクっていう、もう安いやつです。フューチャーファンク、フューチャーファンクっていう、70年代のSF、 それをなんかイメージしてるメーカーさんらしくて、うん、調べてみてください。はい、West。West。5個目登場してもいいんですか。いや、多分ね、どんどん濁っちゃうと思います。あ、なるほどね。まあ、色の構成自体変えちゃうって感じですね。なんとうん、なんかめちゃめちゃ絵になりますよ、大山さん。後ろが暗くて、うん、すごい。もうやっぱ、なんていうの、タコ描いてるんですか。やっぱ木のね、な、根っこ的な。この薄くなるとさ、緑が出てくるじゃん、この置いておくから、はい、そうですね、いいですね、ここ一緒ね、うん、結構あの薄いところのぐらいの色になってきます。あ、なる、うん、ということはもうちょっと濃くしたいな。ちょっと濃くなりましたね、うん、ちょっと濃くなった。うん、こんな感じかな、うん、出来上がり。そうっすね、5311ぐらいだった。俺、あの色でやってんのに俺グラサンしてたらダメじゃん。イメージずれてました。うん、でもいいね。
いい。これはこれで。うん、ウエストグリーン。うん。はい、そんなに思い入れない。ウエストグリーンで。このインクを持って帰れるんですか。この形にして持って帰ります。嬉しい。いいね、このサービス。インク作ってこのレシピはうちで保管しておいて、うん、リピートする際は、あ、なるほど、もう番号だけでリピートができるっていう。いいな、これプレゼントとかも喜ばれるよ。その人のなんか、うん、イメージのカラーとかで、自分の好きな色でもいいし、相手のことを思って作ってあげるとめっちゃ喜ぶ、めっちゃ喜びますね。West West、これ作ろうかな、もう一個ぐらい。誰に向けて。いや、やっぱりいるんですよ、そういう、いっぱい。なるほどね、いっぱいいっぱい意味深なんだよ。あの子に向けた感じですね。うん、ウエストグリーン、ここに来た人インクスタンド作りますか。ああ、なるほどね、うん、それいいかも、言ってもらえれば。そう、ここ来たら期待が触れられる。それ面白いね。これって例えばこれ見てくれてる方が、うん、これ買いたい、この色買いたいんですって言ったら買えたりします。あ、その番号を言っていただけます。番号を概要欄に載っけておけばウエストグリーンが手に入れられる。はいはいはい。その場合教えないけどね。そこは教えとこ。サッカー選手の取材初めてかも。インクを生成するサッカー選手だからですね。僕も二十何年サッカー聞いてますけど。いないな。はい、いないですね。どうこの色。さっきよりちょっとこう、まあ、黒みっていうか、ちょっと紫っぽい。はい。でもなんかちょっとくすんだのが好きなんだね。好きっすね。パンツとかもね。くすんでるもんね。うん、いい色ですね。このうん、あ、本当だ、この、うん、かっこいい、乾いた感じ、インク漏れみたいなのも、うん、かっこいい、乾いてきたらいいね。発色ちょっと良くなる感じなのか、なんか知ったような口、うん、あんな感じで今作ってます、緑。どういうあれなんですか、下の動いてる。そう、こんな感じで、そう、あ、磁石、実験道具でこんな感じで隣で動いてます。え、なんで下がで混ざるんだ、うん、そういうことか。攪拌機ですね。これはちなみにどなたに送るあれですか。え、あの子に。あの子ね。あの子に。気になるあの子色。気になるあの子は私だったんだっていうこと。そう。ベビーは買いに来るな、ベビーは。あとここの空間がこのグラデーションになってて。うん。あ、色も。そうそう。で、これがなんだろう、この自分で作る色が主役だから、まあ、この空間に色を持たせないっていうので、白とも言えないし。グレーでもあるし黒でもあるみたいな。ただ今あそこがすごい実は黒じゃなくて紺なんですよ。はいはいはい。だそういうなんか色が定義できないようにっていう。で今度近くにまた違うお店を。あるんですか。うん、子供向けの文房具とか家具とかのお店をロサンゼルスの人と今作ろうとしてて。蔵前。うん、もうここから3分ぐらいのところで。なんでまた来年4月にはできると思うんで。はい。だいぶ変わった店になると思います。いいね。漆にステンレスペン、なんでかんだでこれ結構いく感じになるんですよね。いっぱいありがとうございます、はい、漆と桜、はい、これはおすすめですね。これさっき作ったやつ、ウエストグリーンが、うん、ウエストグリーンとあの子のパープル、パープル、これがウエストグリーン、はい、あの子のパープル、あの子のパープル、両方欲しくなっちゃったな俺。本当に良かった、来て。いやー、良かったです。あ、良かったです。こっち側で、あと2、3分で、はい。ここまでの待遇はなかなか、今まで。視聴者の方には、毎回してくれるらしい、はい、ヨスさん。まずいまずい。余計なこと言わない。これこの建物で、わ、かっこいい。ここもなかなか、でかいじゃん。かなりでかくて。はい、ここはその子供向けの文房具、家具の店を作ってます。上も、うん、上も借りてて1、2階もしかしたら1階は半分はなんかカフェか、はい、なんか入れちゃうかもしれないですけど、なるほど。ですぐそこに中古があります。あれか、あれです。マジでこれ台湾だわ。ハンナシゴレ、はいはい、ハンナシゴレナンバーワンだけど、僕はレバニラも好きですね。うん、